えば私はこんな気持ちだ。例えば私はこんな気持ちだ。例えば私はこんな気持ちだ。例えば、た、と、えば、は、声高な、病んでいる世界が突如砕かれて例えば飛び散ったかのような。例えば私は、そして私の胸の中にはただ思想の形としての世界だけが残っているような。例えば私は、なぜなら今世界は私が考えていたままの姿になっている。我が周りには緑の森の親しみ深い落ち着きが金色の日の翼に乗って緩やかに揺れている例えば私はこんな気持ちだ世紀が改まるちょうどそのところに私は生きている。大きなページがめくられるために起こる風が感じられる。このページに神と汝と私とが書き記し、それは高いところで見知らぬ手でめくられる。はや新しいページのきらめきを人は感じる。このページの上でこれから万物が形成されるのだ。さまざまな静かな力がそれぞれの広がりを試みている。そしてそれぞれの力が互いに幽暗に顔を見交わしている。例えば私は、例えば私はこんな気持ちだ。こんな気持ちだ。例えば、例えば、例えば私はこんな気持ちだ。かつて人間が今朝ほど目覚めたことがあっただろうか。花ばかりでなく小川ばかりでなく屋根さえも喜びにあふれている。例えば、例えば私はこんな気持ちだ。泣き持ちだ。こんな気持ちだ。古びていく屋根の縁さえも空の明るみを映して感じるものとなり、風や光となり答えとなり世界となる。一切のものが息づいて感謝している。作られて